コウガ・サブロウアラディンのランプ一、この話を、一度、探偵小説家の土井コーナン先生にしますと、先生は即座に、ほんほん、アラディンのランプだな、と言われました。無学の私には、 カタカナのことはさっぱり分かりませんのでお尋ねしますと何でもアラビア・やわとかいう西洋の本にある話だそうでなるほどあっしの話に恐ろしく似通っていますといったところで向こうは作り話ですし私のは実際あった話で魔法使いが出てくるわけじゃなし結局は全然別の話なんですまあ お聞きください。私はしがない城前職人です小学校も六ぽをすまないうちに奉公に出されて親方にゃあ殴り飛ばさればいにゃあいじめられ日陰の雑草みたいに惨めに育ちましたでもまあ足はごめんなさい皆さんの前ですからできるだけ言葉を慎んでいるつもりなんですが つい地金が出て困ります。これから先も私になったり足になったりすることでしょうから、そこのところは程よくお聞き流しください。で、その私は、幸せと腕だけは確かだったんです。徴兵検査自分にはもう立派な一人前の腕でしたね。そうなると、親方も今までと違いまして、大切にしてくれますし、 腕の鈍い兄弟弟子が何だというわけでねすっかりお天狗になって悪い遊びなどを覚えるようになりとうとうぐれてしまいました。ねが城前職人ですから親方の手提げ金庫を破ったのを手始めに悪事を重ねて城前破りじゃ押しも押されもしない名人になりましたね。 足が手慣れた道具を持って腰を据えてかかりゃどんな金庫だってものの10分た耐えませんでしたよ何ですってとんでもない今はやりゃしませんよ今はご承知の通り千倍特許の城前の製造販売をやっています何しろ城前破りで鳴らした足が散々考えてどんなことがあっても破れっこねえという発明なんですから 皆さんもこれさえお使いになったりゃ盗難の心配は絶対にありません話の途中で宣伝になって恐れ入りますがまったくのことなんでちゃんと警視庁のご証明もいただいてるんです何話の続きをしろってえい承知しました早速かかります今もうストー、リー私は城前破りにかけちゃまった たでした学者の説によると「天才と気狂いは紙一重だそうですがなるほどと思いますよ」。というのはあいしゃ初めのうちこそ金庫の中のものが欲しさに鍵を破ったのですがしまいには金庫を破るということそのものに興味を持ちましてねどこそこに非常に堅固な金庫があると聞くと もももうやもた,てもたまらないのです。なんとかしてそこへ忍び込んでいくのですそうして苦心の末その金庫を開けた時のうれしさもしその金庫が思ったよりやすやすと開くとかえってがっかりするのですまったく気狂いの沙汰でさ せんだってもある新聞で裁判所の偉い方のお話を読みますと2万円とか盗んで地方の小都会に高飛びした男がふと暗闇で男女の2人連れが歩いているのを見てそれを尾行し女の入った家を見るとどうしても盗みに入りたくてたまらず女の家に忍び込んで成功すると今度は 男の方の家に入りたくてたまらなくてどうしても誘惑に勝てないでそこへ忍び込んでとうとう捕らえられたという話がありましたこれなどは現に二万円の大金を懐にしているのですから盗みに入る必要などは全然ないのですがやはりこの男はどこかに。 気狂いじみた欠陥があるんでしょうね土井先生に伺いますとあちらでは宝石を見ると欲しくてたまらずつい盗んだりする人を宝石に弱点を持つというそうですねさすがにうまいことを言うと感心します足などは金庫に弱点を持っているんですねまったく。 金庫に弱点を持っていたばかりにとんだ目にあいましたもっとも考えようによってはそのためにすっぱり城前破りを思いとどまったのですからかえって幸せだったんですがどうも前置きが長くなりましたいよいよ本筋にかかりますがさよう昭和罰年の10月でしたが 私は最後のケーキを終えて、久しぶりでシャバに出ました。すると悪い仲間がありまして。兄素敵な金庫があるぜとこうなんです。足はシャバに出たらしばらくはのうのうとして暮らしたいと思っていたんですが。なにしろ好きな道ですから、耳に入ったからには黙っちゃいられません。 で、だんだん聞いてみると弁護士の手塚隆太とかいう人が重要種類や貴金属を入れるので恐ろしく堅固な金庫を特別あつらえでこしらえたんだそうでその人はそれがひどく自慢で友人にはもちろん新聞記者をはじめとし誰彼の区別なく吹聴するので新聞にもたびたび出るし誰知れないものはないのだそうですこいつは。 兄でなくちゃ手を出すものはねえぜ。あっしに話した仲間はこんなことを言って、あっしの顔を意味ありげに見るんです。さあ、そうなると、おだてられていることは見えすいていても、もうじっとしていられないのです。私がその時に、手塚龍太という人がどんな種類の人間かちょっとでも知っていたら、 と考え直したろうと思うんですが土井先生もあっしの話を聞いた時に手塚竜太だってふんそいつは飛んだところに入ったなと言われましたっけ話を手っ取り早くしますと私はその翌晩だったかもう手塚弁護士の家に忍び込んだというわけなんですすばらしい金庫でした ひと目見ると久しぶりに恋人に会ったようにホクホクしましたまず赤外光線の仕掛けがないかう切れにマントを引っ掛けてそっと金庫の前に出して試してみて何赤外光線なんて生意気なことを知ってるとおっしゃるのですかそれはもう無学文うの私ですけれど商売のことだけはね 何しろ近頃は学問ってえやつがやたらに進んで目に見えない光線まで応用されるんでこちとらの商売もおっと今はもう関係ありませんが前はずいぶんつらかったですよそれから写真を不意に撮られる装置や金庫を開けるとたんにドスンと玉の出る装置などのないのを確かめてそろそろと仕事にかかりました しかり10分かかりましたね足あっしの手がけたので10分フラットっていうのはこれがレコードでしたよあっしがホクホクもので金庫のドアをじりじりと開けかかるとなんとそのとたんにパッと稲妻のような光が一瞬きらめいたのですしまったと思いましたね あれほど慎重に調べて写真を撮る装置はないと見極めておいたのになんということでしょう生まれて初めてのしくじりにあっしは泣きだしたいような気持ちでしたと続いてパッと室内が明るくなりました誰かが電灯のスイッチをひねったのです万事休す私はハッと振り向きましたするとそこには ああ、なんという異想の男短い道に不似合いな大きな顔がちょこんとのっていてその顔にはくちばしのようにとがった巨大な鍵花がほとんど顔全部を占領するようについています色はヒヒのように赤黒く肌は象のようにザラザラで何のことはない 西洋のおとぎ話の本の絵にある幼ばそっくりの顔つきです。育児のない話ですが私は一目見てゾッとしました。すると彼は一見小さい口を巨大な鼻を飲み込んでしまうかと思うほど開けながら大声で笑い出しました。はっ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 は聞こう。 鮮やかわたしはさっと顔をあからめました人間ってえものはこんな休泊した場面でも見えがあるものですねあしは褒められたのはうれしいがそれが生まれて初めてしくじった時だったのでつい顔をあからめたわけなんですしくじったよ写真のしかけはないと思ったんだが あっしは相手に言うでもなく独り言のように言いましたすると相手は「仕掛けがあったのじゃないさわしが写したのだよ」そう言われてみるとなるほど写真はあっしが金庫に向いて夢中で仕事をしているうちにそっと近づいたこの妖婆のような男が撮ったものらしいのです私は 金庫を見損なったのではないことが分かったので、ほっと安心しましたが、その途端に自分が危険な位置にいることに気がつきました。足は昨日刑務所を出たばかりです。今夜捕まるようなことがあっては大変です。足は慌てて逃げ出そうとしました。すると、どうでしょう相手の男は、 またもや爆発したような笑い声を上げるのです。<laughs> 逃げても無駄じゃ。気候写真に撮られている。あっしは思わず立ち止まって、反抗するように言いました。写真なんか不鮮明なものだ。証拠にならないやい。<laughs> 金庫についた指紋はどうする あっしは慌てて金庫のそばに駆け寄ろうとしますが、相手の男にむずと両手をつかまれました。こう男に水、恐ろしく力のあるやつで、私はどうすることもできませんでした。ジタバタしないで、わしの言うことを聞くのじゃ。わしは毎日気候のような錠前破りの名人を待っていたのじゃ。たとえ逃げ出したところで、それ、 写真が物を言うぞ指紋が物を言うぞああ、金庫の指紋よく指紋のつくのを恐れて手袋をはめていたなどと書いてありますがあれは嘘ですどうして手袋などをはめていい仕事ができるものですか指紋は注意深く後で消してしまうものなのですところが今夜は不意打ちを食らって そんな暇がながかったのです。この男の言うとおり私は逃げ出したところで無駄です訴えられたらそれっきり私はもう一度刑務所へ行かなければならないのですあしはこの妖馬のような男つまり手塚弁護士の言いなりになるよりしかたがないのでした 「その翌晩です私は夜中に手塚に引っ張り出されました嫌も王もありゃしません私はやつの言うままになるより仕方がなかったのでさ手塚は用心して私をはじめ自動車に乗せて連れ出し真っ暗な郊外のとあるところで降ろし それからくねくねと回り回って目的のところにたどりついたんですがそこはね東京付近ならどこそこの路地は突き当たりだとか抜けられるとかどの辺りに交番があるとか大抵のことは知り抜いている足しですから手塚がどんなに苦心してごまかそうとしても今歩いているところが荻窪の駅の近所だくらいはちゃんと分かっていましたよ。 さて、その目的の場所というのは何しろ夜中のことで辺りは真っ暗ですから広さの見当はよくつきませんが雑草が背の高いのになると胸くらいまであろうてえのが一面に生い茂っているのっぱらです手塚は手提げ伝統で足元を照らしながらしばらくあちこちと歩き回りましたがやがて立ち止まって。 げ電灯を地面に置くと両手で雑草をかき分けました私は少々気味悪く思いながらひょいとのぞき込むとなんとそこには畳半畳くらいやろうという敷石が地面にはまり込んでいるのですさあこれからがいよいよアラディンのランプになるんですが手塚は。 いう畳半尺くらいの平たい石に手をかけたかと思うとみるみるそれを引き起こしました石が起こされるとそのあとにパックリと黒い穴が開きました無論手塚が呪文を唱えたわけじゃありません不思議といえば子こ,この手塚が大の男でもちょっと持て余すような石をやすやすと持ち上げたことくらいですが 何しろ真夜中に一っ子一人通らない野原に引っ張り出されて雑草の生え茂っている地面にぱっくり穴を開けて見せられたのですからいわば魔法みたいなもので全く仰天しましたよ足が仰天しているとどうでしょう手塚は足に「さあここへ入るんだ」と言うんですえ 冗談でしょう。と、足は尻込みしましたが手塚は案外真面目な顔をして「ちゃんと階段があるからわけなく入れるよ」ってんですそう言われて穴をのぞき込んでみると「なるほどこの穴はこしらえたものでちゃんとした階段が地下に続いています」どうやら、 穴らにこしらえたものらしいのですがこんな野原に穴らがあるなんて不思議なことじゃありませんかおい入れたら入らないかあしがグズグズしていると手塚は怖い顔をして怒鳴りましたこれ以上グズグズしているとまた写真でしょう金庫の指紋でしょう全くやりきれませんや。 足は思い切って手提げ電灯を手にすると地の下に潜り込みました階段を降りきったところはコンクリートで固めた二畳敷くらいの部屋になっていました手提げ電灯が辺りを照らすと正面の壁には金庫らしいものが塗り込められているのでしたあ旦那 金庫がありますぜこいつはすばらしい私は思わず大きな声で手塚に呼びかけました野原の地の底に金庫があるなんてどうもおかしな話ですが足は金庫を見た嬉しさでそんな矛盾には一向気がつかないのですそいつを開けるんだそれ道具をやろう手塚は 私の呼んだ声に格別驚きもせず前夜あしから取り上げた道具をいつの間に用意したのか上から縄でつり下げました私はうかつな話ですがここでやっと分かったのですつまり手塚はこの金庫を開けさす人間を捕まえるためにおとりの金庫を誰かれとなく吹い調して 相当の腕の金庫破りの来るのを毎晩手ぐすね引いて待っていたというわけです。まったく足のような技術専門の単純な頭の人間はこんな計画的な頭のやつにかかっちゃあからっきし台無しでさ。でも足は大して不機嫌ではありませんでした。 というのは金庫を破るという一つの楽しみが目先にぶら下がっていたからです。道具を受け取った私はまず丹念に金庫を調べましたがすぐがっかりしました。というのはこの金庫はどうしてすばらしいものであしの知っている範囲では最新式のもので確かにピストル付きのものです。 よほど熟練したものでないとちょっとどこにピストルの装置がしてあるかわからないものですところがなんとこの金庫はすでに一度破られているのです今はもう抜け殻みたいなものですそう思ってもう一度あたりを見ると辺りの壁はところどころ崩れ落ちて妙にいぶってあるところがあったりしてまった 廃金庫らしいのです。旦那こんなものはダメですぜ廃物でさと残念そうに言いますと手塚は「構わない開けてみろ!」と言います。で難なく金庫を開きますと中は果たして空っぽです。が 長年の経験でしょうか。それとも第六感というのでしょうか私はすぐにこの金庫にとことなく異常のあるのを見て取りましたさあそうなるとあしは獲物に向かった猫ですしばらくは無言で熱心に金庫の中を調べありました金庫は人一人楽に入れる大きさでしたと あしははつつつけけまままた。閉めた。めだんの奥にもう一つ金庫がありますす。そいいいをるてずわらち5分ばかり道具を使う異様な音が洞窟内に反響するばかりでした金庫の奥の金庫のドアは 開きました。中は相変わらず空っぽです。と思ったのですが隅の方に小さい紙包みが一つ足は急いでそれを拾い上げて包みを解きますとなんとあっ2,000円おお、お2000円がありましたよ足が声を上げると「何?」 2,000円と手塚は今までになくびっくりしたように言いましたがすぐ言葉をついでその他には何もないかありませんその奥にまだ金庫があるはずだ探してみろ何まだ金庫があしは驚きながら金庫の中を探し回りましたがなるほど よほど経験のあるものでなければ容易に発見できないような秘密金庫がもう一つついているのですもっともこの第三の金庫はようやく2尺四方くらいのものでしたこの金庫を開けるのには随分惚れが折れましたでも78分ばかりで成功しましたが中には宝石でもぎっしりと詰まっているかと思いのほか ボール紙の切れ端みたいなものが1つあるきり、他には何にもないのです。旦那ボール紙が1枚あるきりです。何ボール紙？それを持ってこい？これがアラリンの話だと3つ目の部屋にあったのはすす。ぼけたランプだったのだ。そうですが、これはランプよりもっと値うちのないボール紙。 見るとよく青年雑誌のおまけにある組み立ておもちゃの一部みたいなものでこいつはビルジングなんかの一部でしょうところどころに窓が開いているんですこんなつまらないものをょ々しく金庫の奥,の奥の奥にしまい込んでおくやつもおくやつだがそれを欲しがるやつも気が知れないと思いながら例の2,000円の紙包みと一緒に持って階段を上がりかけましたが。 この時に私はふと「待てよ金はともかくボール紙の方はやすやすと渡せないぞ」と考えました旦那一体このボール紙は何になるんですかあしは顔だけ地の上に出しながら聞きましたすると手塚は「そんなことはお前の知ったことじゃない。 早くこっちへ渡せ。へへ <laughs> 旦那、そう邪険に言うものじゃありませんよ。足も一口乗せてください。ぐずむず言わないで、素直に出せ。その代わり金の方はお前にくれてやるから。言う通りにしないと。言う通りにしないと。また写真ですかい指紋ですかい。へへっ。 もう、今となっちゃそんなことは怖くありませんや。何しろこんなヘラヘラしたボール紙が相手にとっちゃ2,000元よりも尊いのですからね足はすっかり強くなってしまいました。ちゅ。手塚はいまいましそうに舌打ちをしましたがいきなり足の肩をトンと押しつけてタジタジとするところを手早く例の石を抱き上げて蓋をしようとしました。 てくださいアラディンはランプを渡さないので魔法使いに地下に閉じ込められた時にやはり魔法のおかげで逃れたそうですがそんなことは何千年も前の異国の話です何しろ足は非力ですからこの大きな石を押しかぶされたのでは窒息して死ぬか飢え死にするよりありませんあ謝りますさ 差し上げますから。またしてもあっしの負けになったというわけです3えなんですってそれっきり尻尾をまいちまったかってご冗談でしょうあっしも当時は全巻何班って札付きの金庫破りでさどうしておめおめ引き下がるものですか 金庫の奥から取り出したボール紙に窓の開いたものを手塚に渡してそれでやっと放免されると明日はすぐに見当をつけておいた野原を調べましたねすると野原は大きな屋敷の焼け跡でしたそうなると穴蔵に秘密の金庫があったのも大して不思議ではないのですその屋敷というのは有名な金貸しの 一坂脇太郎の住んでいたところでこういえば皆さんはすぐに「ああそうか」とうなずかれるでしょうが私は何しろ3年ばかり暗いところに入れられて出てきたばかりだったので一向に気がつかなかったのです一坂といえばまあ誰知らないものはないでしょうがいつも古食騒然とした折りかばんを抱えてテクテクと借金の催促に歩き回って 1一代に100万円からの財産を作り上げた隠語オヤジですその隠語オヤジが一昨年かにぽっくり死んだのですあしは前に言うとおり在関中で一向知らなかったのですで脇太郎の姪とか姪の娘とかで上野静子とかいう女が家を相続したのですが相続してみると 脇太郎の遺産というのはやつの住んでいた屋敷だけで他に何にもなかったといいますこの静子の亭主の北吉いてえのがこれは後で分かったのですがなかなかしたたかなやつでしたねつまり一坂の財産を狙って静子を手に入れたというわけでねどこかに遺産が隠してあるに違いないというので 血まなこになった屋敷中を探したのですが、金庫の中にはこの金庫というのは私の破った地下のものではなく屋敷の脇太郎の居間にあったものですお経の文句を書いた紙が1枚入っていたきりでビター1問出てこなかったそうですお経の文句というのは何でも法華経の一部らしく一坂は生前は どんらんら開くことのない飲食館でしたがどうしたのかホッケに凝りましてその方にはやつとしては思い切って金を出したといいますつまりやつほどの業のものでもホッケに弱点を持っていたわけですねそのお経の文句は後で知ったのですが便宜上ここで皆さんにお目にかけておきましょう。 妙法蓮華経如来心理基本のうちとかで無学の私には何のことかさっぱりわかりませんがまあこんな文句だったのです金庫から出たのはお経を書いた紙一枚でまんまと遺産を設け損ねた北吉は がっかりしただけではすまなかった。というのはやつは遺産目当てに方々から少なくない金を借りていたのですそこで彼は四苦八苦の末とうとう空手形を振り出して詐欺同様の手段で3万円をせしめそれを持ってドローンを決め込むつもりのところとんでもないことになったのです。 皆さんののうう。ちにはご記憶の方もおありでしょう今から1年ばかり以前に一坂亭その時は無論脇太郎は死んで北吉が住んでいたのですがに深夜開花が起こり指茂の屋敷も瞬く間になめ尽くして明け方にようやく鎮火しましたがその焼け跡から無残な焼死体が出て大騒ぎになったことがありました。 焼死体はとても人相の鑑別ができないほど焼けただれていましたが妻の静子の証言その他で北吉に相違ないということになりましたところが端なくも静子の挙動が不審だったことから一大秘密が暴露したのです静子というのは生来多情だったのでしょうかね夫の目を盗んで、 竹山はじめという中年の男と密通していたのですねそして問題の火事のあった晩には家にいないで竹山とある場所で忍び合っていたのです竹山は全く静子に打ち込んでいるようでした何しろ竹山は50近い中年男で静子は256というのですから50近くなったから 20も年下の女ができたという味はまた格別のものらしいですからね。予心亭の陳述などを読んでみると、目をじっとつむって人形のように動かない静子をいつまでも抱きしめていたなんてね、なかなか濃厚なところがありましたよ。竹山はもともと上野北吉と友人関係だったのです。上野は 財産目当てに静子を手に入れたような男ですから、一坂の遺産が一文もないとなると、静子にかなりひどく当たったらしいのです。静子という女は、夫にそんなひどい仕打ちをされてもじっとこらえているという種類の女らしかったのですが、結局、竹山が静子に同情したのが前か、静子が竹山に同情を求めたのが後かということなしに、2人は、 ななれれられない中になったのでしょうね。この辺のところは立派な小説になると思うのですが私は話し下手ですしそれにお話しする時間も残り少なくなってきましたからよろしくご想像にお任せします。で問題の晩のことですが静子は夫が3万円を詐取し,していよいよ逃げるつもりらしいのを察してそのことを 竹山にに訴えに行ったのです竹山はかねて静子が夫から虐待されているのを憤っていたのですからカッとなって「今夜こそ始末をつけてくる」「あなたと別れるか別れるのが嫌なら不正な手段で大金を持ち逃げしようとしているのを止めてくる」と言って深夜に北吉のところへ出かけたのです。 それから2人の間にどういうことが起こったかその後竹山の陳述がたびたび変わりましたからよくわかりませんが結局北吉は竹山の言うことを聞かないばかりか罵倒し始めしまいには貫通罪で告訴すると脅かしたので逆上した竹山は彼につかみかかって絞殺した上反跡を覆うために ししにしたで竹山は余震で有罪となり近く第1回の公判が開かれることになっているのですところがここに不思議なのは北吉が持っていたはずの3万円の行方がどうしても知れないことで竹山はどんなに問われても知らないの一点張りなのです人によると 竹山は金は盗まなかったのだろう紙幣は焼けてしまったのだといい人によるといや竹山はどこかに金を隠しているのだ静子に与えるためにその隠し場所を言わないのだろうと言って当時はなかなか世間を騒がしたことなのでした以上がまあ一坂邸に起こった絵画と絵殺人事件の概要でその後1年ばかりたって 何にも知らない私は手塚のために焼け跡に引っ張り出されて地下の金庫破りをさせられたというわけなのですあしは大体いいこれだけのことがわかるとどうもこの事件には何か大きな秘密が隠されているような気がしてならなかったのでもう一度現場に行ってみることにしましたと言って昼間は危険なような気がしましたので とっぷり日が暮れたという時を狙って荻窪駅を黄昏時に降りたものですと私の前に立って改札口を出ていく一人の女がありましたそれがまあ素晴らしい美人なんです皆さんの前ですが足は一体女には未練の少ない方なんですが。 このの女にははちょょっと身ぶるいが出まししたね。年の頃はでしょうかね。年頃でうか美人といってもモダン好みのパッとした顔ではなくてどっちかというと陰気な寂しい顔立ちですが目なり鼻なり口なりが実によく整っていてなんというかこう神々しい体から五光がさしているような感じでしたよ。 足はもう一坂邸の焼け跡へ行くことなどは忘れてしまってふらふらとその女の後をつけたものですその美しい女は私の尾行していることなどは一向気づかないらしく暗い方へ暗い方へと歩いて行きましたがやがて雑草の生い茂っている野原に来かかりますとどうでしょう10軒ばかり先を歩いていた女の姿が 不意に消えてなくなくりました。この時ばかりは驚きましたねまくたく狐に化かされたのだと思いましたがふと思いつきますとその野原亭のがあっしの目的だった一坂亭の焼け跡なんですうんじゃあと思いましたね女はもしかすると、 例の地下に潜り込んだのじゃないだろうかとねあしは足音をしのばしてそっと心覚えのある穴ぐらのそばに歩み寄りますと果たして石の蓋が開いていましたあの重い蓋がどうして女の手で開いたのでしょうかこれには何か仕掛けがあったのだと思いますそっと耳を地につけますと確かに 穴の中に人のにいる気配がします。やっぱりそうだったのだと足は心でうなずきましたがそのとたんにバタバタと階段を駆け上がるような音がして足が驚いて傍らの草むらに裂けるか裂けないうちにパッとさっきの女が飛び出しました辺りが暗いのでよくは分かりませんが女の顔には。 何とも言えない恐怖の情が浮かんでいました。そして、よほど慌てたと見えて。石の蓋を元通りにもしないで。ちもくさんに。逃げていくのでした。四。私は。逃げていく女の後、おうかと思いましたが。すぐ思い直して。 開け放しになっている穴ぐらの中に降りてみました。淡然に調べてみましたが、格別変わった様子はありません。あの女は一体何に驚いて恐怖の色を表しながら慌てふためいて逃げていったのでしょうか。私は穴ぐらを出て石の蓋をどうやら元通りにしたときにはっと思い当たりました。そうです。 今の女は金庫へあの2,000円の金を取りに来たのですそれがなくなっていたので驚いたのに違いありませんだが金が紛失していたといってああまで恐れ驚く必要があるでしょうかそうだ私はようやく悟りましたあの女は秘密を誰かに感づかれたらしいので あでででうしたのですあのすす女は誰そうです皆さんもすでにお察しの通り女は上野静子でした上野静子はこの地下の金庫に3万円の金が隠されていることを知っていたに違いありませんここで私は私の頭の働きの鈍いのをお笑いください初めて手塚の目的が分かりました やつはもちろんこの隠された3万円の金を狙っていたのですやつは3万円の金が地下の金庫に隠されていることを知ってだが待てよ地下の金庫を狙ったものは手塚以外に少なくとももう一人あるはずですなぜって第一の金庫がすでに破られていますからね前にも申し上げたとおり第一の金庫はすばらしく頑丈なもので 確かに精巧なピストル発射装置がついていましたあれをうまく破れるものはそうざらにはいないはずですここまで考えてきた時に私はふと地下室の模様を思い浮かべました地下室の壁はところどころ崩れ落ちて醜いすすの跡がついていたではないかそれは明らかに火事でやられたためです とするとあの火災の当時は地下室へ降りる石の蓋は開いていたに相違ありませんもし石の蓋が閉まっていれば火は絶対に入らないはずです現にドアの閉まっていた第2第3の金庫には何の異常もなかったのですから秘密の地下室への入り口が開いていたというのは確かに当時誰かが忍び込んでいた証拠ですでは 誰が忍び込んでいたのでしょうか北吉そうです彼はかねて秘密の金庫のあることを知っていて3万円の金を隠そうとして入り込んだそのあとから竹山が入って一撃を加える逃げ出すところを追いかけて絞め殺して家に火をつけるありそうなことですしかし 北吉が3万円を隠したとすると彼はなぜ金庫を破る必要があったでしょうかいや私には彼にあの金庫が破れたとは考えられません素人があれを破ろうとすればきっと仕掛けのピストルでズドンとやられてしまうに決まっています北吉はもしやピストルでズドンとやられてヒョロヒョロと地上に出たところを 竹山はないでしょうか。竹山は秘密の金庫のあることを人に知られるのを恐れてそのことを黙っているのかもしれません何はともかく手塚が3万円の金を狙っていることは確実ですやつは金庫にどんな恐ろしい仕掛けがあるかわからないので外に待っていて。 危険な仕事をあしにやらせやがったのです。ちくしょうそう思うとあしはカッとなって、クソでも食らいやがれ、手塚がなんで、もう怖くもなんともねえぞという気持ちになりまして、やつにじか談判をする気ですぐにやつの家へとって返し、もう一度忍び込んだのです。やつの居間には高校と伝統がついていましたが、 やつは便所へでも行ったのか姿が見えませんでしたひょいと机の上を見ると忘れもしない例のおもちゃのビルジングの破片のようなボール紙が置いてあってその傍らに紙切れにいっぱい四角い字の書いたものがありましたそれが例の一坂の残していったというお経の文句ですこの時に突然、 足の頭に稲妻のようにひらめいたものがあります。そうだ。このお経の文句は暗号だ。このボール並みがそれを解く鍵なのだ。え、なんですって。そんなことは塔から気がついているとおっしゃるのですか？皆さんのような頭のいい方にかかっちゃ叶いませんよ。芦屋。 こんな暗号の作り方があることを少しも知らなかったんです。何暗号としてはごく原始的なものだと。どうも恐れ入りましたな。それじゃあ足はお話ができませんや。で、ね、とにかくボール紙をお経の紙の上に載せたのです。ピタリと合いました。そうして窓の中から出た文字は。 あとで読んでもらったのですがつまり「用を持ってこれを言わん」「一切の所有秘蔵せり」「んじらまさに受けよ」「所在は円柱の木の下の某車すなわちこれなり」という意味になるんだそうですあしはこの窓の中から出た文字を見ておぼろげながらに訳が分かりかけていますといきなり後ろから」 例の爆発するような笑い声です。はっはっはっはまた来たら、あしは何を点てんで振り向きざま。てめえは3万円を盗んだなと言いますと、手塚は何をという顔をして、3万円が欲しければ、あるところを教えてやろう。それよりも聞こう。無実の罪で泣いているものを。 助けてやらないか。とこう言うんです何が何だかわからないでぼうぜんとしている私の耳元へ手塚の言ったことは実に驚くべきことでした一坂の焼け跡で死んでいたのは実はわしが金庫を開けさせにやった男じゃやつは未熟で仕掛けのピストルに撃たれて瀕死の傷を覆って地下からいでたが あいにくの火事で焼け死んだのじゃえでは上野は生きているやつは3万円の金を持ってどこかに潜伏しているのじゃ上野はもともと3万円の金を持ち逃げして家に放火し殺されたようにして疑いを竹山に向けるつもりだったのじゃが偶然に焼死体が出て非常に好都合だったわけじゃ 上野のやつは確かに女房と交通しておるそれは昨夜金庫の中に2000円入っていたことで分かったあれは女房に渡す金に違いない女房を竹山に接近させたのはやつの手じゃつまり竹山に上野を殺す原因を作らせようというのじゃところが案外女房が竹山に惚れてしまったので キャツ、大いに怒っているに違いないじゃからここで手塚は私にあるはかりごとを授けました私は半分は好奇心半分はいやいやながら引き受けて警察に行き荻窪の一坂邸の焼け跡をそれとなく警戒するように密告しましたそれから3日目 手塚の察した通り焼け跡の腹中で上野が静子を捕まえてあわや殺そうとしたところを張り込みの警官に捕獲されました静子がせっかくの金をみんな竹山に貢ぐらしいので殺そうとしたのです全ては手塚の推察した通りでした上野は使い残りの2万何千円の金を いいさが私は無実の罪に落ちた人を救い悪辣な犯人を捕獲させて大いに褒められた上かねての賞金5,000円をもらいましたそこで皆さんは手塚が一体何の目的でこんな芝居を打ったのかとお思いになりましょう。無論 彼が竹山を救うつもりでこんなことをしたのでないことはわかりきっています私もその点を大いに疑っていましたがしばらくたってから私は彼の口から聞くことができましたうん俺は一茶から持っていた古ぼけたカバンが欲しかったのじゃカバンは上野が持って逃げたことが分かったので警察の手を煩わして捕まえてもらった カバンの中には一枚の古い紙切れが隠されていたのじゃそれには例の窓つきの紙を渡たると一坂の遺産のありかが分かったのじゃ何お経うんあれは全然一坂のごまかし手段じゃハ <laughs> <laughs> っハ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 ッは。ッハ 世の中にはとんでもない悪党がいるものだと思いましたよ。人間一人犠牲にしてケロリとしているんですからね。焼け跡の死体についてはしばらくごたごたしていましたが、結局うやむやになったようです。これに比べちゃあ、足などは実にしがないこのすっとでさ。そう思うと情けなくなって、この時ぎりすっぽ やっパリ金庫破りをよしました。え、手塚はどうしたって？どうもシェしません。立派にやってます。告発したって尻尾を出すもんですか？あべこべに。やられます。